金山孝之の部屋、前回ボリューム43で初めてその、まあ、英語字幕をたくさんは使いませんでしたが英語字幕を、つけながらの実技指導というのを行いました。まあ、やはり想像していたように反応が良くてですね、あの動画公開して間もない反応は良かったですので、まあ今後もこの実技指導をメインテーマとしてこの金山孝之の部屋の中で、途中に挿入していくことになるかと思います。まあ以前からその国内国外問わずそういう映像での指導といいますかそういう要望は何年も前からあったんですが、まあ、特にライブ配信での依頼はあったんですが、まあ、私自身昨年の7月8月ぐらいに 3ヶ月ぐらいライブ配信というものを、経験させていただいたんですが、やはり Wi-Fi 環境とかで画像が荒くなってですね、途中で止まったり、またなかなかスムーズにやり取りができないんですよね。まあそれは感じました。ですから、まあ当面といいますか、しばらくかなりの期間はこの道場であったりここの部屋で撮ったものを編集して、まあ、なるべく30分以内にお届けするというスタイルになっていくかと思います。で、まあそれの最終的な後押しというのはやはりマリウスさん、マリウスさん の, あのポーランドのマリウスさん、マリウス・ロジンスキーさんのおかげで、熱心な視聴者の方がねこれを望んでいる視聴者の方がいらっしゃるんだと。まあ、その方も武道武術をいろいろと経験されて自分で考えてやられてますので、その人とお会いしたこと、マリウスさんとお会いしたことはないんですが、まるで、こう、長きにわたって共に同じ稽古場を、共有したというか、同じ時間を過ごしてきたような、文化もね、言葉も言語も違うんですが、考え方というか、感受性思想というものが同調するなというものが感じましたのでね、あの実技指導に踏み切ったということになります。はいはい。まああとはそれとですね、実技指導の映像はこの後こう挿入します。最近のことですと、先日品川区総合体育館柔道場で柔術の特別講習会を、開催しました。で、この特別講習会というのは一般の方を対象にした、単発の講習会で、現在は柔術と抜刀術を、交互に行っております。今月は柔術を行いましたので来月は抜刀術、その次は柔術というふうに今は考えてやっております。この単発講習会は単発でその常連の方もこの特別講習会常連という方もいらっしゃいますし、まあ、前回のように初めて遠方から関東近郊遠方からの参加者の方もいらっしゃいます。ですからまあやはり遠方の方で毎週参加するのが難しい方が、まあ、せめて月に1回、なんとか日程を合わせて調整してくださって会いに来てくださるという方が、この特別講習会では、新たな出会いの場として、あるのかなというふうには感じております。まあそしてその遠方の方と、まあ、初対面だったのでいろいろお話を聞いたんですが、まあ昔自衛隊で、お仕事をお勤めをされてたと。今は警備会社の方で、就職にあたってそのやはり上の審査といいますか、まあそこで私がやってる柔術の中の技といいますか、型というか、それをお見せして採用に至ったというお話を伺いました。まあその他にも以前何ヶ月か前に、まあこの金山孝之の部屋を見てくださっている、まあ YouTube の、 チャンネルを登録してくださってる方が、水曜日の稽古会に、参加してくださいました。その方も、警備会社で働いて、今は働いていると。いうことで、そういった仕事を携われている方にとっては非常に関心があることだと思いますので、ですから私もその自分の柔術、自分が学んできた、河野義則先生の処世観の動きを参考に自分なりに、その身体の思想の中で広げていきながら、
責任を持ってそれを、自分の中で探求しつつそれを人に伝えているということに、今はなってますね、結果としてそういうふうに今はなってるのかなと思います。はい、はい、では、あまり長くは時間は使えませんので、まず今日の動画、今日の映像を、短いですがお伝えしたいと思います。どうぞ。じゃあ行きます。何回かやるからね。近く最後の重心の位置は開いて、後ろ足を開いて、はい、それでピタッと止まれる。はい、はい、この映像はゴールドキャッスルタティアンヌ剣術スクールの剣術クラスの講習でして、この相手を、務めている女性の方はまだご入会されて3ヶ月経ってない状態ですね。剣術のクラスもおそらく2回か3回ぐらいしかまだ参加されてないと思いますがね、非常に覚えが良かったので、表交差の切りつけからの、袈裟斬りという動きを、私が内立ちをやって、何度か繰り返してお伝えしたものです。はい、彼女は盾の方も学ばれてますので、盾だけではなくて、剣術であったり杖術だったり、全てを下車内で全てのクラスは同一金額で受講できますのでね、いろいろ学ばれた方が体のさばきというもののレベルは格段に上がってくるのかなというふうには思っております。では次の動画に行きたいと思います。実技指導のコーナーですね。はい、ではどうぞ。では実技指導に、入ります。今回は水車、杖術の水車という動きの中から、いくつか体の使い方のポイントをお伝えしたいと思います。そしてこの水車というのはですね、小生館河野義則先生が、この動作を水車と名付けられました。私は武術稽古を始めた当初から杖術ではこの動きを研究して、学んでおります。はい、私なりに、この稽古の中で得た気づきを、お伝えしていきたいと思いますので、興味のある方は、この先生の動画でご紹介されている水車を調べられたりご自身で、研究されるとよろしいかと思います。それでは始めてさせていただきます。まず水車は杖の真ん中を下から持ち、そのまま上に上げて、右手の場合は左回りに回転してスッと脇に飛び込ませていきます。で、まずは姿勢のことから言いますと、こうなる人が最初は多いね。この手首の問題、リスト手首の問題があります。これをこちらに返せば肘がスッとここに入って肩がスッと落ちてくると。この手首の問題、それがどこでこうなるかと言いますと、これ、ね、回してここでこうなるとダメですから、ここでそのままここにスッと入ってくるとなります。続いてこの次は肩がこうならないように、これはよくありません。こうまっすぐにしてしまうと肩がこうなりますので上がってしまいますので、ここまででしょうね。これ以上入ると肩上がってきますから、ここで止めておくことです。ポジション、あっとこれ止まります。それが2つ目で、3つ目はその足との連動です。手を入れて足を入れる
下げていくタイミングがどこにあるかということになりますと、一致させることです。基本的にその、まあ、私がけん、稽古している中で大事にしていることは、動き始めと動き終わりを一致させることです。ですのでこの場合は動き終わり、パッと手元がここに来た時には足がドンと来てないといけません。遅れてはダメですね。こうなってこれもダメだし、これもダメですから、手の動きと足の動きを揃える必要があるということです。で、それの流れをお伝えしていくと、まずは指関節、いきなり持ったところからギュッと回すのではなくて、こちら見た方がいいか、ギュッと握って回すのではなくて、こうですね、このように回して、ここいい、トントントンと、この押し下げで押し下げていく。で、そこで抜いてこの形ですね。パッとこの形になります。それを使ってのギュッという動きになりますので、ギュッと力が入りません。こう優しくこのような形になります。はい。そして手足の連動で指関節、手首、肘、肩、こう入ってきました。ここですね、この時の肩の動き、これに腰が動いていく、肩に腰が動き足が動くと、トントントンとなって、トントントンというふうになりますから、それを感じながら、動いていくことです。自分のその足で動かすんではなくて、すっとこれに引っ張られること、それが動きの流れで、3つ目はですね、重心です。重心、これも良くない人は、よく起こりがちなこと、まあこれ初心者に対することですが、動かした足に重心がかかり偏ってしまう現象がよくあります。ですからこうなるね、頭がここにありますから、ここに重心がある。本当はこれはグッとここになきゃいけない、頭の位置というのはセンターね、センターにパッとここに来る。はい。で、この重心が乱されるのは膝関節、膝が、均等に曲がってないといけない。これは字幕だね難しいと思う、英語ではね。膝が均等に曲がるには、すっとこの時にぐーっとこれが伸びてはいけないということですね。これが伸びてはいけない。ですから下がってもこの曲がり、カクッとこの曲がりと後ろ足の曲がりがだいたい同じ角度になっていると思います。ですから重心を乱すポイントというか原因として、両膝の曲がり角度に、違いが出ると、どちらかが曲がりすぎて伸びすぎてというふうになりますと、こうね、これも膝の角度によって重心が前に来てると、ここにあると。で、これをここに戻すには膝の角度で調整しないといけないと。はい。で、いちいちその自分の膝の曲がり角度を調べていくのは難しいかもしれない。もう一つその自分の重心位置を把握するには足の裏です。この足の裏、左右の足の裏、そこに自分の体重がどのようにかかってるかを知っておく必要がある。となるとパッと来た時に後ろ足の裏に体重が、あ、これは後ろ足がかかってここが抜けてるなと、だいたいどのあたり、あ、ここが前と後ろの体重のかかり具合が適切だと、それを感じることですね。
パッとこうなった時、そうするとだいたい膝の曲がり角っていうのは前と後ろの膝の曲がり角は同じになってくると思いますので、この水車を一つこう稽古しながら、手首のこと一つね、手首のこと、二つ目が、この肩がこうならないようにスッと落ちること、この流れスッと、で三つ目にその重心後ろにこう行き過ぎないようにスッとこうになること、それをこの杖を使って稽古されると、それは水車に限らず他の動きで生きてくることはあると思います。はい、でこれを左右交互にやってみたいと思います。今は右手でやりました。センターを持ち右手でやりました。で左右交互にやる場合、行う場合は両手を使いましょう。両手を使ってまっすぐ上げた位置、こうはならないね、こうはならない、ここにあります。ここからまっすぐ上げた位置、はい、そこからこのような動きになります。ここが、まあ、両手を使って行う時のポイントです。こうこのようにスッと、ここで肩がスッとこうなります。で、よくない、間違ってやってしまうのはこういう感じですね。こういう感じではダメですよ。こういう感じはダメです。ここで切っていくと、この辺りで続いて、その後センターに手を持っていきます。中心に手を合わせて、そこで今度は反対に持っていく。もう一度この中心センターに持っていきます。こうは取りに行かないね、こういうふうにはしない、ここに対して入っていく。それに足を合わせて一致させる。ここから一致させて、ここでパッパッ、これを使うわけね。手の張りを使う、中心に持ってきて、ここで左手に乗せてあげて手の張りを使って回す。パッ、この力、これパッパッ、この力で押し出していく、はい、というのが、まあ、次の段階になっていくかと思いますが、難しくはなると思いますが、左右交互に水車を行う場合の、まあ、私のやり方です。はい、そしてもう一つ、体を作っていく稽古として腰を開きます。グッと開きます。はい、これで骨盤、刀を抜く時のこの腸骨筋といいますか、骨盤の開閉のに必要な体使いを練っていくんですね。パッと、でこの時のポイントはかかとを上げないこと。足を取ってください。この時のポイントは かかとを上げないこと。こうならないように、これはダメです。そうならないようにかかとをつけたまま開いていきます。いい、難しい人は歩幅を小さくしてちょっと引いてもらっていいですか。全体を取ってください。最初にかかとがどうしても上がってしまう人は歩幅を小さく取って、このぐらいからやられるといいでしょう。でだんだん慣れてきます、体が覚えてきます。そうなると歩幅を徐々に開きながら、このぐらいであったり、このぐらいにあったり開いていきます。こう描くように開いていきます。こう直線的にはやらずに、こう描くように開いて、で腰と肩が一緒に連動して開いていきます。それに杖の動きを、まあ、流れの元として合わせていきます。スッとこういう風になっていきますので、まあそれも稽古の中で、取り入れていかれると体ができてくると思います。はい、では、以上で今回の杖術水車についての研究実技指導を終わります。興味のある方は、研究していろいろやってみてください。はい、ありがとうございました。
まあ、今後はもっともっといろんな剣術であったりバット打ちであったり、体の姿勢、力の使い方であったり、怪我を予防する姿勢の作り方であったり、まあ、そういったもののご質問、まあ、何でも構いませんので、いただいたものの中から、まあ選んで、実技指導のコーナーの中でご紹介させていただきたいと思います。遠慮なく気軽に、まあ、コメント欄からでも構いませんので、ご質問ください。お待ちしております。はい、今回の部屋の動画はここまでさせていただきます。ご視聴いただき